ユーロメットユーロメットはスペインの鉄道会社レンフェが運行している高速列車であるスペイン第2の都市バルセロナと地中海沿岸のバレンシア及びアリカンテの5 2 3トルを結ぶ2009年より運行開始したレンフェ130系ユーロメットは標準機のアベニューで運行されている100系2 6 6 8ト、mm、ルの 高期用台車を装備した101系により運行されている。アベニューとは異なり在来路線で運行されるため、電気方式も従来のものに合わせて直流3 0 0 0トに対応している。ユーロメット用の車両はアルストムにより6編成製造された。 運行開始は1997年6月16日からで、通常は最高速度時速 220km で営業運転を行っているが、試験走行では最高時速 250km を記録した。編成構造はアベニューの100系と同じく2両の電気機関車が客車を挟むものである。年には系による運行に置き換えられ、系は 標準機の代車に履き替えられ100系アベニューとして他線区で運用している。2019年末にはバルセロナとタラゴナ間の走行区間が高速新線に変更される見込みである。事故で大破した機関車の代替として製造された新しい機関車ユーロメットは2002年3月30日に普通列車と衝突事故を起こし、二人が死亡して90人が負傷した。 この事故で大破した機関車1両の代替に製造された新しい機関車は TGV ポスタイプの外観に変更されている。ありがとうございます。